今日はなんかぐっすり眠れたわ私。歌唱力の予選ぐらいからずっと寝不足でね。ありがとう。なんか多いな。肩が。最近というか、まあここずっとそうなんだけど、あとなんかちょっとだけ治った。天気じゃないわ、電気。最近なんかお仕事でなんか特別何かをしたみたいなのを言えるものがなくてさ、あれをしましたこれをしましたみたいなの。もちろん別に何かしらはやってたりするんですけど、だからここで話せるようなことがあんまりなくてね。毎日配信してるし、まあ歌唱力の話してもいいんだけど、もう今ちょっと次のフェーズに入っちゃってるからさ、あんまり言うと下手なこと言っちゃいそうで、うん。そうそうそう、私がまず間違いなく言えるのは7月23日の決勝大会に来てねってことしか言えないわね。でも今までは私一人で行ってたからさ、たかが知れてるかもしれないけど、今回は4人もいるから NGT のファンの方が多いかもしれないね。嬉しいな。歌唱力の良さに気づいてくれるかもしれない、みんなが。そうだね、 NGT のファンの人も増えてくれると嬉しいな。実際やっぱり Twitter とか見てると NGT は三村しか知らないけど他にも歌える子いるんだねみたいな、ざっくりね。ブー、なんか大きいなバイブレーションの音が。楽しみ。まあね、こう歌唱力決定戦運営側もお客さんが増えるのは大事な任務なので平日だけど来てほしいね。もちろん生放送も見てほしいし、生放送だってチャンネルに入らないと見れないわけだから、 NGT の他のファンの方も4人も出るならって見てくれる方も増えるかな、だといいな。確かに海外勢の方もいるから、ね、今までで一番倍率が高いよなんてことも
なきにしもあらずだもんね。楽しみだな。睡眠が青年館より広い会場。あ、そうなの。なんか多分立川ステージガーデンで決勝大会をしたことがない可能性があって、いまだどうだっけ、誰か覚えてない？なんか多分赤坂赤坂、あ、まあ第1回はちょっとあれ置いといて、第2回から赤坂舞浜に日本青年館立川だと思うんだよね。一回だけ舞浜で決勝をやったことがあって、それは確か私が夢破れて歌った時だった気がするんだよね。違ったっけ。いや、そうだったと思うんだよね。でその年の冬からは劇団四季の美女と野獣をやるってなって、ファイナリストライブは確かダメだったのよ。だから立川ステージガーデンはファイナリストライブでしか使ったことなかったんじゃなかったかなって、ってなるとどういう感じになるのか私もわからないので、どこに審査員席があるのかとかもね。まあ2階かな。まあでも逆に言うとステージガーデン立川はもうここ数年は何度も立ってきてるステージだから慣れてはいるな。うん、慣れてはいるけど舞浜が好きだから私。ディズニー行きたいな。 USJ も行きたいの。 USJ 私人生でまだ一度も行ったことないんだけどさ、 USJ コナンもさいるじゃない、いるじゃないというかあるじゃない。行ってみたいのよね。USJ そう行ったことないのよ。任天堂も好きだし私。でもね大阪までって遠いし、だから仕事で行ったついでとかじゃないとちょっと現実的じゃないのよね、交通費も含めて。
新潟から大阪ってまあ飛行機では行けるんだけど、新幹線で行くってなると一回東京に出て、そっからまた新幹線乗ってみたいな。ディズニーはやっぱ C のファンタジースプリングス行きたいけどね、なんか最近こうたまに先にもう公開されてたりするみたいだけど、ちゃんとしたグランドオープンは6月6日でしょ、もうすぐなんだけど、そうね、オープン当初は多分混んでるだろうから、なんか落ち着いていけるの1年後とかなのかなって思って、私アナ雪が大好きでさ、だからアナ雪のあの世界見たら多分本当に泣いちゃいと思うんだよね、うん、しかもアナの声が神田沙也加さんの新規取り下ろしらしくて、それもツイッターで流れてきた情報なんだけど、そんなに昔から準備してたんだみたいなのと同時に間に合ってよかったなっていう、うん、嬉しくてね。うん、ツイッターで流れてきた動画しか見てなくて、まだアトラクションの中身とかのは見てないんだけど、その動画が公開され、動画がかな、写真とかそんなにちゃんと見てないんだけど、なんかベレティアベレベレベレハーバーかっかみすぎ、ベレティネベナハーバーやばい、耳でしか覚えてない、海のとこ C の真ん中のショーをやるところね、ショーステージの海のところ、あそこでなんかオープニングセレモニーみたいなのがあって、アナとエルサが心は一つだっけを歌ってて、その動画とっても良かった。こんなに何かなんだっけ、エルサ門が開いてるっていいねみたいな話をしてて、そうそうねみたいな話を二人がしてるっていう、フロートの上でいいな、行きたいな、ディズニーでも混んでるの嫌だしなっていう、うん、なんかオープンは6月6日なんだけど、先月ぐらいからなんかオープン前なのに今は誰でも入れますみたいな状態になってたらしくて、まあそもそもなんかなんていうのかな、オープン前のまあなんかなんつったらいいかな、先行体験みたいな、そういうのは何かの特徴になってたりとか、あとはまあ招待客だったりとかあったんだけど、普通に誰でも入れる状態になってたりもしたんだって、空いてる時に。どういうこっちゃって話だと思うんですけど、まあ、そういうことはあったらしくて、だから意外と誰でももう入ってる人はいるらしいね。すごいよね、どういうっていう、うん、私も空いてる時に行けばよかった、この仕事だったら土平日でも行けるからね。なんかでも今年のゴールデンウィークは前半っていうか、まあ、全体的に空いてたらしくて、みんなそのファンタジースプリングスに合わせて行くのかわかんないけど、うん、最近激混みしてたのはやっぱミニーのファンダーランドだっけ、パルパルのミニーの時のが、まあ、とにかく混んでたっていうのはすごく流れてきたね。ツイッターってさ、すごくなんかすごく分かりやすくて、
今自分が興味持っているものが全部流れてくるのよ。すごいよね。だから少し前はディズニーのことめちゃめちゃ流れてきてて、ツイッターも YouTube も。今はね、なんか文字多いな。あれ、なんかでも48多いな。あ、歌唱力見たからか。おすすめ欄。まあでもイラストとか多かったり、うん、すごいね、お見通しだよね。バレバレなの、ツイッターには。なんかでも確かに今はね48多いわ、多すぎる。あの歌唱力でいろんな人のツイッターのをさ読むからさ、その分流れてくるのよね。まあ、英語さんもするし、パブさんも、パブさんはしないか、まあ、ハッシュタグとか、うん、最近だとまあ学マスとコナンも多いし、うん、ツイッターでねコナンのファンアートがめちゃめちゃ多くて、二次創作漫画とか解像度が高いとやっぱいいですよね、二次創作はね。いやもうそんな時間早い、しょぼん。それでは壇上読みます。13位よったさん、12位よいちくんさん、11位ぽんきちさん、10位ひのひのさん、9位わたちゃんさん、8位うずめさん、7位むつきさん、6位突破球さん、5位しんいちさん、4位さけこういちさん、3位とうごさん、2位しんちゃろすさん、1位ひよりげたさん、ありがとうございます。じゃあ生写真明日のお昼までなので忘れないでね、いちごちゃんだよ。それでは皆さんまた明日、おやすみ村、バイバーイ。これはコナン君がやる3の数。スマホ持ちながら3ってやるやつ、むずむずむず、こうやってやってた。バイバーイ。いつもの時計がないから。